では新しい単元で文の要素について見ていきます。主語とか目的語とかそういう言葉の使い方を改めて確認します。まず文は普通、主語と述語からなります。That white cat is so cute。 こう分けて、こちらが主語、こちらが述語。このような構成が基本ですね。次も、That black cat on the bench is so cute。 このように主語が長いこともあります。この That black cat で、on the bench が後ろから就職で、ベンチの上にいるあの黒い猫はとても可愛いです。こちらはこれが主語で、こちらが述語となります。で、主語の中で中心になる言葉を主語と言います。これ全体で主語って考え方と、その中でも中心がこのキャットだって捉え方、どっちも大切ですよ。で、主語は普通、全然、こっちを S って考えてもいいし、これを S って考えてもいい。まあ、普通、これ全体で S と考えた方がいいです。その練習は後でしていきます。で、主語の中心となる語。主語になるものは、名詞や代名詞。または、それと同じ働きをする。これ修正した方がいいね。もうちょっと広くしていきます。不定詞や、動名詞。本当はね、不定詞は動名詞って書きたくなくてね、不定詞句や動名詞句って書きたいんで、まあそれも、これはこうしていきましょう。で、述語動詞は普通、まあわざわざ動詞とか主語とかわざわざ書くの大変なんで S って書きますし、述語動詞って書くのも大変なんで V で省略します。で、述語の中心となる語。で、単に動詞ともいい。で、述語動詞となるものは、これは動詞だけですね。で、実際こちらの問題で演習してみましょう。次の各文の主文を四角で書くください。どこまでが主文かっていうのをちゃんと確認するってこと。で、最初の問題が The shapes、形。で、オブが後ろから就職してる Of the rackets、ラケットの形もまた違います。なので、主語はここまでですね。まあ、動詞の前までですね。で、次。マザーテレサと、G's sisters。これらのシスターズは働いた。と、ベリーハード、とても一生懸命に働いた。ここまでが、主文です。で、in 1979年には、前置詞が、前置詞で始まるということは、そこが主語じゃないってこと、主語じゃないってこと。だから、括弧します。いつも括弧してたよね。うちの塾の話だけどね。で、次に出てくるのは主語です。この場合は C だけですね。彼女は、受け取った、ノーベル平和賞ってことです。で、次、with my fingers。これも with、前置詞 with で始まってるので、ここは主語じゃないっていう、そういう印です。だから括弧します。で、with がどこまでかかってるかっていうと、my fingers まで。そうすると、I が主語だということが浮かんできますね。I felt 感じ、金 on it。その上に金と書いてあるのを感じられたということになります。主語の方に関する問題はまだまだ続きます。あと2、3回続くのかな。じっくり確認していきましょう。